城本満党は、毎年8月15日の夜に、愛知県新城市上本本区軸区にある万道山で、行われる火祭りである。1965年に、愛知県の無形民族文化財に指定されている。本区軸区に住む男子が、8月15日夜に、万道山に登り、麦わらでできた万道に火をつけて、笛や金のお囃子に乗せて振り回すことで、盆の精霊を送る。 民に災いをもたらす悪霊を沈めるとも、長篠の戦いの戦没者を供養するとも言われる。万道の作成、お囃子の稽古などの準備と当日の行事は、すべての日本本九軸に住む青年期から壮年期の男子の手によって行われる。万道はその年に取れた麦わらで作成する。万道は、振り手の体格や経験に応じ、大きさを変えて作る。 数十センチメートルに束ねた藁束の片端を編んで、まとめ、藁縄をつなげる。万道は前日までに作成して、塩で清める。お囃子の稽古は1ヶ月ほど前から行う。当日、万道を振る男子は、万道んの向かいの尾根にある大日堂に集まり、白いパンツと晒し姿に装束を整えて、日没後に万道山に向かう。万道山では、 松末の火をつけたマンドウを振り回す。重さにして5から 10kg ほどあるマンドウは、はじめは縄を短く持って、加速をつけ、各速度が出始めたら、次第に縄を長く持ち直し、最終的に2から3メートル程度の長さで振り回す。縄を長くすると速度が遅くなるため、火のついたマンドウを地面に落とさないように振り回すには、技量が必要である。マンドウさんのある、 新城市城本本区軸は、長篠合戦の舞台となった、長篠城の対岸にある。万道山は、武田軍が、長篠城を監視した、飛びガス取りで至る稜線の中原、飛びガス取りで市からおよそ300メートルほど、北西側の尾根にあり、したら現決戦前夜に起こった、飛びガス山工房戦では、万道山を含む、この一帯で川久保真実らを含む武田方の武将、 兵士が命を落とした。このため地元では、情報万道は、流しの合戦の戦没者を弔う行事だと伝承されている。ありがとうございます。